老人性色素斑、日光黒子。老人性黒子は、老化や太陽からの紫外線に暴露されることに関連した肌の色素斑。英語でオールドエイジスポットとも、顔や手の甲にできやすい。危険性はないが、美容上、気にして除去する場合がある。美白剤や副作用として色素沈着を生じることも多いレーザー。その他の治療法が使われる。 老人性色素斑の断面の組織拡大。他の原因のシミとは異なり、老人性色素斑は、強時的に変化していくシミに分類される。長期に日光に照らされたことで、表皮の突起が延長している。五周復蓄積老化理論は、老人性色素斑の形成されるための仮説である。老人性色素斑は、危険なものではないため治療は不要だが、稀にシミと思っていたものが、 皮膚癌であることもある。しかし、一部の人は外観を気にして、除去を希望し、レーザー、電気外科手術、凍結療法、美白剤のハイドロキノン、トレチノイン、システアミン、アゼライン酸、アルファヒドロキシ酸が用いられる。トレチノインを用いて、日本人を対象とし、行われた研究で、6ヶ月後に治療効果がエクセレントあるいは、グッドと判断されたのは、 老人性色素斑で約78%であった。アダパレンを使ったランダム化比較試験で、アダパレンで57から59%、偽薬で36%が、より軽い病変に改善した。医薬部外品の成分としては、化粧品でメラニン生成を抑えしみ、そばかすを防ぐという効能表示が承認されているが、乾板や老人性色素判を対象に、 すでに存在する色素沈着が改善したかを判定している。日光黒子の27名での二重毛検法の試験で6%濃度のビタミン C 誘導体のアスコルビン酸リン酸ナトリウム入りのローションは半年後にこれを含まないローションよりも優位に日光黒子を改善したがその程度は弱かった。弱卵藩や日光黒子の計69名に対し顔半面に アスコルビン酸リン酸ナトリウムをイオン導入し、3から4ヶ月後にほぼ全員に有効とされ、反対側よりも高い改善効果があった。レーザーでは、ルビーレーザー、アレキサンドライトレーザー、ND、ヤグレーザーが使われ、副作用として30から48%程度の人に色素沈着が生じ1ヶ月をめどに最も濃くなる。ジャクランハン。ありがとうございます。